ダルベルギアレトゥサとは、中米原産のツルサイカチ属の植物の一つである。同族の D、グラネディロピティアと共に、ココボロザイという木材が得られる。ダルベルギアニグラを除くツルサイカチ属の種全体が2017年10月4日から有効となっているワシントン条約付属書2に記載されているため、ダルベルギアレトゥサに関しても付属書2が適用される。ダルベルギアレトサは、 ニカラグアローズウッドやグラネディロとも呼ばれる。命名者の異なるダルバーグアレツサベイルは D、パービライバとかという種のシノニム扱いであり、これは本種とは分類学的に別種である。中央、アメリカやコロンビアに自生する。この高木は中規模で乾燥地に生育し、樹高20から30メートル、強行直径1メートルに成長する。幹は直立して高くなることもあるが、 不規則で根本近くで分子することの方が多い。円柱状の樹形となる。樹皮は褐色で縦に裂け目ができることがある。葉は奇数羽状複用で、通常は耐性化、ほぼ耐性の商用を11から13枚を伴い、仮面が明るい黄緑色が白っぽく、円形で先端には小さな刻み目が見られる。花は白く、長径花を1月から3月にかけて開く。 果実は平たく、浴場の鞘には輪郭のはっきりした1から3個の種子が含まれる。同じ豆かアコスミウム属の植物も商用それぞれに小さな刻み木が見られることもあり大変紛らわしいが、アコスミウム属の植物の小葉はそれほど仮面が白くなく、通常は端くに沿って五星となる。またアンディラ属の植物もダルベルギアレトゥサと類似しているものの、 刻み目がない体勢のコバが見られる。他に、ディハッサ族、ディプラトラピス族、プラティボディアム族、バタイレア族といった、豆か植物もいささか似通った葉を持つ。ダルベルギアレトゥサや同じツルサイカチ族のダルバーグは、グラネディロピティアからは、ココボロ剤という木材が得られ、楽器剤やナイフの柄造眼細工や、ロクロ加工品などに用いられるが、 加工の際に出る木くずで肌が大々色に染まったり、かゆみを伴う炎症を起こす恐れがある。クリティクリーエンデンジャード・ダルベルギア・レトゥサは材木としての伐採が盛んに行われ、以前は広く見られていた地域でも完全に枯渇してしまっているという状況が特にコスタリカにおいては顕著である。生育地では400年にわたって伐採が行われ、 牧畜や土地を焼き払う活動が原因となって個体数が減少し続けている。英語、日本語。ありがとうございます。